はい、こんばんは、タレート追記です。今日はサンコレイベント E5 の1ですね、やっていきたいと思います。作戦計画概要をご説明します。E5 の1は出撃できる航空部隊が1部隊になってますので、2部隊防空に回すといいですね。曲線とか陸線を適当に突っ込んでます。で、ボスの数はそんなに硬くないので潜水マスに、倒壊を投げ込んでます。はい、であと1回で、ボスを倒せます。最終作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。はい、E5 もオツでやってます。第二次ルンガオキア戦、アイアンボトムサウンド提督、ついに本作戦の決着をつける時が来ました。敵補給部隊を撃滅して本方面の敵戦力兵団を遮断。第2第8艦隊と共同し敵水上戦力を残弦かいつも分かんない、確か残弦しつつ、我が精鋭圧倒的な野戦能力を誇る第2水雷戦隊を再度徹底海峡へ投入。敵艦隊を撃滅せよ。暁の水平線に勝利を。艦隊出撃ということで、今やってる E5 の1はこの敵戦力兵団を遮断ってとこですね。補給艦がボスになっています。二水戦第8艦隊を積極投入。ソロモン方面後方の敵輸送船団を捕捉撃滅し敵兵団を立て、その後第2艦隊主力を持って敵艦隊を撃破。我が再生鋭二水戦によって敵主力を、撃滅せよ。はい、通常艦隊、連合艦隊、はい、大丈夫ですよと。ウィン基地に展開した航空隊、ちゃんと使いましょう。戦局打開には、戦場海域の航空優勢も大切ですということで、この辺はいつものですね。いよいよソロモン方面に進行した敵戦力と雌雄を決する時が来た。我が再生鋭二水戦、再生鋭二水戦出撃。ルンガ沖の暁に勝利を。もう、ソロモンのね、雌雄を決するの何回目か分かんないですけど。はい、遊撃艦隊ですね。遊撃部隊ですね。第3艦隊に、7隻積んでというか、7隻組んでいきましょう。キヌガサさんにお任せ。はい、東海は潜水マスに集中で積みます。割と一マス目が事故要因ですね。砲雷撃戦開始しちゃう。まあ、これはでも閉幕ライでも食らいますね。その仙台さんだとちょっと対戦が足りない。いいですね、素晴らしい。そんなに褒めなくても。はい、では通常戦法ですね。対戦、水上、空襲、通常、ボスだったかな。発艦始め。
航開始だ。行くぞ。もうこれでほぼ事故がない。カスタネをもらうかもしれない。無傷ですね。素晴らしい。それぞれ見張りを厳とせよ。はい、再び普通の水上戦闘ですね。ここは若干事故がありそうなマスですね。一応司令部積んでるんで、タイガーもらっても自分はできる。お返しだ。ちょっと順番が良くないですね。4番シフト、ユモン。さあ、トリックを出すと野戦使用戦で見せてあげるんだ。よーく狙って。敵はまだこちらに褒めなくても。続いて、空襲マスですが、そろそろ基地空襲が来そう。まだ来ない。ここはそれほど事故ないですね。対空カットに入れてないんですけど。高麗撃戦開始しちゃう。崩壊しだ。行くぞ。まあこんな感じで。削りの時の印象だとこのマスはそこまで怖くない感じでしたね。オツでは9番航空艦発艦始め、まあ、それでも上に実は順番によってはちょっと厄介ですね。行くぞ。ほら、もう一発。しよう。よく狙って。さあ、今度はちょっと野戦しよう。いいですね。ボスは非常に柔らかいので、ヒルエスが結構余裕で取れますね。まあ、野戦までやれば間違いないって感じですね。私の計算通りだったわ。もちろん、司令。これより敵補給船団を不足撃滅する敵のなんだ補給を遮断せよだったかな。そんな感じの文でしたね。いいね。平坦を遮断せよだったかな。一瞬だと読めない。砲雷撃戦開始しちゃう。
敵は連合組んでますが4球陣ですし、まあ、補給のね敵の機関は非常に体力があるんですが、でもまあ殴ってればいつか死にます。火力艦の時代だな。最上のやつも頑張っているか。そう。はい、ボスマスと第二ゲージも出たのでギミックなしでいけますね。はい、非常にまあ補給艦狩りにも向いたマップでしたね。ちょっとね道中長いんで実用性があるかどうかわかんないんですが、それでは次回の 5-2 でお会いしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。タレ突撃でした。もしよろしければチャンネル登録高評価 Twitter のフォローをよろしくお願いします。それではおやすみなさい。バイバーイ。